はいどうも、トッシュボーイズチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回僕がお話しするのは秘境に伝わる悪習、踊り。この間ですね、ある番組のロケで、もう本当場所は言えないんですけれども、かなり田舎に行ったんですね。はい。でそこがまあ秘境と言われているところで、うん、でね、そのまあ秘境って言われてる場所に駅が一つだけありまして、はいはい、そこの駅に着くんですよ。駅着いたのがね、19時ぐらいですね、うん、でご飯食べるのはちょうどいいだろうって言ってうろうろするんですけど、うん、明かりが全くないの。19時、うん、うん、駅の周りにね、うん、なんだこれって言って、はい、飯屋もなんもないんですよ、うん、あれこれなんだろうって言って、タクシー呼ぼうにもいないから、どうしようどうしようって言って、まあ、電話で呼んで、うん、30分ないぐらいでタクシー行きまして、タクシーの運転手さんに、うん、ここらでご飯食べるとこありますかって言ったら、17時に閉まっちゃうよ、うんうん、まあうちは田舎だからねっていうふうに、お客さんもおらんし、まあもう外食そもそもしないから、うん、みんな家でご飯食べるんだよね、だから19時って言ったらもうお客さん誰もいないし閉まっちゃうよって言われて、うん、あそうですか、ほらどっかないですか、僕らお腹空いてましてってスタッフさんと話してたら、コンビニぐらいしかないねって言われるんですよ、うん、ローソンが1軒だけあると、うん、その地域にね、うん、あのそこ行きましょうってローソン行って、ローソンでコンビニ飯買うって、そのスタッフさんが予約してくださっていった旅館に泊まるんですよ、うん、で旅館に泊まって、この明日の朝6時とか7時ぐらいに集合でいいですかって言われて、うん、あ、わかりました、じゃあまあお風呂みんなで入りましょうねって。大浴場があるんですよ、部屋風呂っていうのはなくて大浴場があるんですけど、大浴場僕もね、まあちょっとゆっくりして夜の10時ぐらいに入ろうと思って、10時までやからね、うん、ちょっとまあかぶるの嫌だったから、うんうん、夜遅い時間やらにふっと行くんですよ、うん、そしたらそこのまあオーナーさんがたまたま言ってたんですね、旅館の、うんうん、あオーナーさんやと思って、はい、そしたらあっちから声かけてくださって、うん、東京から来たんですってって言われて、うんうん、あそうなんですよ、東京から来たんです、まあ遠かったですよなんて言ったら、いや遠いよそりゃね、東京から来るってなかなかいないよって言われて、うん、そうですか、でもあれでしょ、皆さんね、あの踊りを見に来たんでしょって言うんですよ、うん、はと思って、うん、僕らはそのまあ原風景が残っているから、うんうん、その綺麗な風景を撮りに来たんですよ。あ、風景を撮りに来た。そう、風景とか、そうそう、雲海とか、ほう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 、山ぐーっと登っていってしたら雲海綺麗やからってことで、絶景だから、そうなんですよ、それ撮りに来たんですよ、うん、なのに踊りを見に来たんですよ。でも時期が違うよ、もうちゃんとお寺さんには言ったのって言われて、うん、何の話してんだろうと思って、うん、え、何ですかそれ、いや踊りでしょ、踊り、踊りを見に来たんだろ、うん、まあ時期違うからね、でもまあ東京からテレビで来たって言ったらそれはまあやってくれるんじゃない、見せてくれるんじゃない、踊り、うん、いや知らないっす、何すかその踊りってって言ったら、うん、あ、ごめん、じゃあ聞かなかったことにしてって言われたんですよ。なしなんだ、踊りじゃないんだ、ごめんごめんって言われて、うんうん、何を、いや雲海とか、あ雲海、あそう、あごめんごめん、じゃあちょっと聞かなかったことにって言われて、うん、いやもう無理無理と思って気持ち悪いね、そう、踊りって何ですか教えてくださいって言ったら、うん、じゃあもう絶対に他の人に言っちゃダメだよ俺が言ったってって言われて、うんうん、話を聞かせてもらうんですよ、うん、この踊りって何かっていうと、うん、その地域だけで伝わっているある儀式なんですね、うん、例えばですけど大地震が起きてしまったとか、うん、病気が流行ってしまったとか、うん、いた時に、まあ、何百年前からこの儀式というものが実は、この町ではずっと習わしとして行われているって言うんですよ、うん、はいはいはい、その踊りってそもそもじゃ何のこと指してるんですかって言ったら、うん、実はねこの山の奥ずっと行くとね滝があるんだよ、うん、滝があってね、その滝にぐっとね、まあ一般の人から一人選ばれて、お寺さんとかじゃなくて一般の人から一人選ばれた男性、うん、女性か分かんないどっちかが、うん、その滝のまあその水位あるじゃないですか、はいはい、そこのとこグッとね、あの座ったらちょうどね肩とか首ぐらいになるんですよ、水位がね、うん、成人男性、そう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 、座ったら、女性が座ったら肩とか首ぐらいになる、うんうん、そこの顔面に向かって滝がバーッと落ちるんですよ、水行みたいな、ね、そうですね、うん、滝行ですよね、うん、滝行一般の人が受けながら、うん、1日中なのか2日なのか分かんないけれども、その村で伝わっているおまじないをずっと唱えるっていうらしいんですよね、うん、手を合わせてね合唱して、うん、生贄にして一人ね、うん、儀式をさせて、でその疫病だとか飢饉、うん、だとか、うん、そういったものからまあ逃れようという話なんですよ、はいはいはい、なんか昔の風習っぽいね、
でもちょっと待ってと、うん、踊りが出てきてないじゃないと思うんですよ。合唱してその場所で伝わっているおまじないを唱えているだけですから、うん、踊りじゃないじゃないですかって言ったら、いや、あ、そうだねみたいな、うん、この踊りっていうのはね、うん、まあある時の話なんだけれども、ある男性がまた一般人から選ばれて、うん、その滝行するんだよと、うん、ずーっと滝行してたら急にその男がふって立ち上がるんだよね。ほう。でそこに監督がいて現場を見張るね、うんうん、お君ダメだよ座りなさいって言うんだけども座らないと。で急に目がパンと上向いて、うん、入った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 、あー入った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 っつって、うん、上半身ブラブラブラしてるんですよ。入った入ったっつって、まるでもう骨抜けたみたいに、うん、軟体動物みたいに、うん、入った入った、あー入った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 って言うんです、うん、でも怖いから、しちゃったんそれ、その人も滝のとこ入って、うん、大丈夫かおい大丈夫かって言ってもちょっと、あー入った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 って言って、うんうん、これダメだっていうことで、うん、そのまま町の方まで降りていくんですよ、車でまたね、うんうん、降りていって、でこれどうなったかっていうと、うん、結局その入った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 って言って、うん、一時の、まあ、精神的何かと思うんですよ、うん、ストレスってなったと思うんですけど、うんうん、全くそれが抜けずに、うん、未だに入った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 って言い続けてるんですって、うん、しかも坂ぐーっと下ってる時は、うん、入った入ったじゃなくて、入っていく入っていく、入ってる入ってるとかって変わってた、ちょっと変わるんだ、入った入ったから入っていく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 入ってる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 って言うんですって。でバタバタバタさせながら、もうそれが怖当てしゃあなかったって言うんですよね。怖いね。怖いんですよ。でその滝っていうのはそもそもまあお寺の私有地ではあるんだけれども、そもそもその場所っていうのが何十年も何百年も前から赤ちゃんの化け物が出るって言われたんですよ、うん、というのも夜の、うん、まあ5時とか6時、夜方のね5時6時ぐらいまでそこで遊んでたりとか、うん、その後うろうろしていると化け物の赤ん坊が出てきて泣き始めるんですって、うんうんうん、わーって泣くと、でその鳴き声を聞いちゃうと狂ったりとか、うん、滝壺に頭から落ちて死んじゃったりするんですよ、取り憑かれてね、うん、だからみんな怖いから6時7時ぐらいまでには絶対にその滝壺の近くに立ち寄らないようにしようっていう、だから未だに道が作られてない、そこまでの、うんうん、道路が作られてないんですよ、うんうん、っていうその町の人は結構恐れてる場所なんですよね、うんうん、でそういう、おまじないだとかそういったことをするときにしかそこには入れないようにしてるんですよ皆さん、うんうん、だから町の人たちというか、まあ、知っている一部の人たちは、うん、入った入ったっていうのって赤ちゃんが入ったんじゃないって言ってたんですよ。ほうほうほう。だから入った入ったって言って赤ちゃんが怒ったりとかするときに手をバタつかせるから、うん、だからそうだだこねるみたいに赤ちゃんが入ったんじゃないって言ってたんですけど、うん、その一般の人っていうのはやっぱりもう働けないからそのまま、うん、生活できないからお寺の人が養子にしたんですよ。ほう。うん、お寺の人が家族と話し合って養子にして、うん、お寺に、まあ、ずっと行って生活するんですね、うん、でお寺の人が世話をするんですね、うんうん、でそのお寺の人が言うにはなんですけど、うん、これは仏様が入ったっていうんですよ、赤ちゃんではなく、うん、仏様が入ったから彼は仏様に要は身を生贄として捧げたものだから、うん、お寺がお世話しますっていう、いや仏様ってそもそも、うんうん、生贄を欲することってあるのっていう、密教、うん、日本のものがね、うん、いやこれはおかしいんじゃないかって思うんだけれども、お寺がそう言うんだからそうなんだろうなーってみんな思うんですよ。まあまあまあ、うんうん、それからというものを年に数回なんですけど、うん、その山あいのねお寺があるんで、うん、そっから出発してなんかね神輿のちっちゃいやつがあるんですよ、うん、神輿のちっちゃいやつをお寺の人とか町のまあ結構まあお金持ちですよね、うん、お金持ちが4箇所ぐっとしょって、うん、で台をね神輿みたいなものを、うん、そこの神輿の上のところにその踊りと言われてる人を乗せるんですよ、うん、その年の踊り、はい、そうですね、うん、でその人っていうのはもう足が動かないんで全く、うん、歩けないです自分で、うん、だからもうブラーンとさ力抜けてるんでもう赤ちゃんみたい歩けないんですよ、うんうん、でこうブラー入った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 って言い続けるんですよね、うん、その人を上に乗せてで夜のもうほんと薄暗い時にその山をぐるーっと一周するんですよ、うん、っていうお祭りというか儀式があるんですってよ。
まあ、年に数回、そうだ、お祭りと言ってる。そうなんですよ、うん、でその踊りを見に来たんでしょって言うんですよ、うん、その人たちが曰くですけど、うん、踊ってると、うん、仏さんが入ってきて嬉しくって踊ってるって言ってるんですと、うんうんうん、だから踊りと言ってると、うん、でも一部の人は赤ちゃんが入ってるからあれダダをこねてるんじゃないかって言ってるって話なんですよね。ちょっとじゃあ意見が割れてるところなんだね。そう、うん、ただそれを聞いた時に、まあ、岸本さんも多分そう思ってると思うんですけど、うん、いや単なる精神障害じゃないのって思いません？まあまあちょっとね、うん、だって飯も食わんと1日2日ずっと滝浴びながらおまじを唱えさせられるんですよ、うん、やっぱおかしくなってくると思うんですよね。俺は精神的にその時にダメージを食らってしまって、うん、でその赤ちゃんがいるとも言われてるの知ってるし、ね、もちろんその人もね、うん、だからちょっと障害を持ってしまったんじゃないかと。それを、ね、一時的なトラウマなのか、お寺の人らがどうしようもできないから、うんうん、これを仏さんが入ったって言って踊りって言ってる、うん、町の人らはどうしようもないか、もしかしたら赤ちゃんが入ってんじゃないかって話になったりとか、うん、町の人らは踊りって言って仏さんが入ってるって言ってるからまあそれでええかと、僕らも助けることもないし、うんうん、彼を世話することもないし、お寺の人が世話するんだからそれは僕ら我々はもうどうしようもできないからまあ踊りって言ってるんですと。で一部のほんまに金持ちだけがしょってグーッとするんですけど、その時に町の人たちがね、うん、見ちゃうかもしんないからっつって、ついたてみたいなもので、このね、四方を囲ってるんですよ。その、踊り運んでる。そうそうそう。ところを四方で囲ってる。うん、囲ってるんですけど、それが、なんかね、うん、薄い膜みたいなものなんですよ。囲ってんのがね。うん、上はわかんないですよ。見えるっちゃ見える。そう。で、手元に、なんかね、照明持ってるんですって。踊りっていうのは、ここら辺にね、はあはあ、こうつけてるのかなんかしてて、うん、光ってるんですよ。バーはいはい、だからこう入った入った入ってる入ってるとか入った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 っていうのがその幕越しに見えるから、うん、とんでもなく怖いって言ってましたね。でシルエットだけが見える見えるっていう。でもそれが仏様と信じてるという、なんかすげえ見たことねえような風習だね。なんですよ、うんうん、であの僕らがね、まあ、雲海とか撮っていて、うん、本当にね、雲海とかその地域にお詳しい人がいるんですよ、一人ね、うん、その人に、いや実はあの旅館のオーナーに踊りの話を聞きましてって言ったんですよ、うん、そしたら、ああ聞いちゃったのみたいな、うんうん、で俺はね、もう今70だろ70いくつなんですけど、俺一回だけね、聞いたことあるんだよ、うん、そのどういう顔してんのとか、うん、金持ちで聞いたことあるんだよって、そしたら、ものすごく苦しそうな顔したらしいよって言って、ほう、その顔っていうのはお寺の人しか見られないんですけど、うん、なんかの拍子の時に一回落としたらしいですよね、コトンと転ばしたらしい、うんうんうん、その時に顔見たらこうニコニコ笑いながら手をこうしてんじゃなくてすっごい苦しそうな顔で入った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 って言ってたから、これ彼は苦しがってるんだと思うって言ってましたね。へえ、なんか意味合いが変わるな、ちょっとそう、うん、っていう話が残ってるんですけど、いろいろ話聞いてる時にその僕が行った地域の踊りなんですけど、うん、むちゃくちゃ昔の話やと僕勝手に思ったんですよ、うん、まあ例えばですけど100年200年前の話と思ったんですけど、うん、一番最後の踊り見た時っていつですかってその70代の人に聞いたら、うん、2年前だね、コロナの時だからって言って、うんうん、え、これコロナ禍でやってたのって思って、うんうんうん、2年前ってちょっと前じゃん、ちょっと前っていうかもうほぼそう現在だよね。だからそれが俺一番ゾッとしてさ、うん、え、数百年前の話じゃねえんだこれって言って、うんうん、あ、これなんかすっごい話おもろいなと思って、まあ僕お坊さん結構知り合いいるんで、うん、お坊さんにもう一斉ラインですよ、うん、グループのラインみたいなのあるの、そう一斉ラインしまして、うん、あの踊りという話がある地域に、うん、伝わっていると、この話に近いものって誰かしたりしますかっていう風に言ったら、うん、実はどこどこの地域でどこどこの地域でって言って、この踊りっていうのはいろんなところにあると言うんですよ、うんうん、いろんな地域にその踊りとは言わないんだけれども、うん、そういったような風習があるという話を聞きましたね、うん、でもみんながみんなやっぱり修行の時におかしくなるらしいですよ、ね、でそれすごいけどな、そうですよ、だからそれを多分隠すために踊りっていう俺は隠語でおかしくなった人っていう意味で、うん、俺はお寺の人が名前をつけてんじゃないかな、隠すためにと思っちゃう、うん、選ばれたみたいにしたんじゃないかなと思っちゃう、そのね、ですよね、いわゆるちょっと生贄的な発想だからあまり表立って言えないということだよね、はい、で俺は思っちゃったという、まあそういうですね、なるほど、
うん、田舎に伝わる話なんですけれども、この話をね、うん、ちょこちょことさせてもらったら、え、その話あれじゃないって言われて、ロックさんにはね、あの山の毛っていう話があると、うんうんうん、2チャンネルの話で、その山の毛っていうのが女の人が取り憑かれてそういうようなことになるんだよっていうから、うん、もしかしたらその山の毛っていうのも、うん、そういった話がモデルになっていて作られたものかもしんないし、うんうん、なるほど、ね、うん、結構地域に根付いたりとかもしてるかもよって言って地域によってはね、あんまり一個の場所でやられてることじゃないっていうのはすごいね。そう、いろんなところでここでもあるんだ、やられてるという、しかも宗派も全く違うんですよね。これはちょっとなんか裏がありそうな話だね。裏がありそうな感じがするんで、まあ呼び名は違うんですけどね、うんうん、時ってのはそのお通りというのと、あともう一つがあのね、一旦って言ってましたね。一旦っていうのは一旦の長さですね。長さ一旦二旦って言うんですけど、一旦木綿とかのね、うん、だからその一旦の神のように木綿のように体がこうたなびいているから風に流れて、だから一旦と言われてるとこもありました。見え方をね、名前につけてるね。そうですね。踊りもそうだし、踊ってるようにとか、そうだね、布のように見えてるとかね、うん、まあそういった地域がたくさんあるという話、たくさんというかまあ数、うん、あるということで、もしね、なんかそのうちの地域にもそういったような話がありますよっていうのがあれば、ぜひぜひコメントにお願いいたします。うん、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで我々サブチャンネルもやっております。としみなティチャンネル、ぜひそちらも登録お願いします。はい、お願いします。さらにニコニコチャンネル、としこじの秘密クラブ、こちら会員制の、クラブでございます。こちらもぜひお願いします。はい、お願いいたします。我々1億人突破を目指しております。1億人突破しましたら、あのですね、僕そのホテルのオーナーさんと話してる時にね、うん、旅館かオーナーさんと話してる時に、入った入ったって直接聞いたから結構怖かったの、うん、そのおじさんがやる入った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 っていうのって結構怖くてさ、って俺がやるのよりも全然怖かったの、うんうんうん、でもそれを見てる時に、あれこれ歌にできるなって思った。どういうこと？例えばですけど、魚魚魚魚を食べるととか、串に刺さった団子みたいな感じで、うん、この入った入ったもなんか曲にできんじゃねえかなと思って NHK とかでやるよ。そうそうそう、子供らが入った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 入ってるみたいな、怖っていう、なんかね、日本語で遊ぼうとかで曲にできたらなと、うん、できねえ、はい、ぜひ NHK の皆さんどうですか。はい、以上です。ありがとうございました。